続いては、大竹新志向有録毎週水曜日は鬼太郎さんです。はい、こんにちは。こんにちは。あのね。はい。散歩するときにね。なんか目的を持ってね。はい。散歩するとね。ものすごく楽しいんだよ。あ、そうですか。ある目的を俺見つけてね。マンションとかね。マンションの名前。いろんなマ街いっぱいあるわけ。はいはい。散歩コースにね。うん。 わけのわからないマンションの名前多いね。あそう意外と。うん、俺はハイツって昔住んでて、うんうん、ハイツって高台って意味なんだけど。あそうなの知らなかったでしょ。はいはい、長山ハイツってうとこに。乙女、うんうん、はどんなとこ住んでて名前覚えてる宮古荘。宮古荘 <laughs> そうかやっぱり。うん、宮古草ブッドボロの あ、あれ有天寺？そうだよ。あれ宮あれ宮古そって。宮古って都会のと。そう、都会のと。あのボロボロで宮古そやかましい。しょついてんだからしょうがねえじゃないか。テゾロどんどんどうする？のジョリーフラットっていう名前のアパート。こんなこんな明るい陽気なアパートって。ああ、本当。ジョリーフラットっていう名前でここやめようと思わなかった。いや、やめようと思うだろその名前。結構好きな部屋でした。 あるよ。私グリーンヒルとか。あ、グリーンヒル。なんかいい感じですよね。う他の上にあんの。結構丘の上です。ヒル。だからね。まあ、丘そうですね。高台ですね。はい。それで、この、もう大家さんがね。名前つけるの自由なんだって。あ、そうなの。そう。だから、どんな名前つけてもいいらしいんだけど。この、ちょっと浜町歩いて見てたら。コンシェリア。 っていうとか、インシティとか、マンションの名前なんだけど、わかんないんだよ、全然。まあ、意味あるんだろうけど。知らないね。で、ネットで調べてね、面白いのないかなと思ったらね。トキワ荘って、そう、あるでしょ漫画家が集まって。そう、そう、そう。このトキワ荘のトキワってね。この意味があるんだ、ちゃんと。あ、そうなの。分かんないだろ俺もわかんなかったんだけど。 永久不変の岩っていう意味なんだって、時は。岩,岩,岩石の岩。そうそうそう。<ー>永久不変の岩のことを時はって。でも木造だろ。木造、名前だからね、意味 <laughs>、えー。木造だ。 いやいやいやもう築30年ぐらいで終わるだろ3三4 0年俺はだから時キワ荘の映画出てたからねその再現されたとこは知ってんだけどちゃんと木造りのオンボロアパートわざわざ再現したなあれ再現しました映画のためにセットってことセットだね中だけね赤塚不二夫さんも映画のお見舞いに来てくれたりしてああなるほどうんすごいで面白いね なんとかそうっていうのね、あるのね、調べたんだけど。嬉しそう。楽しそう。これがね、並んである。親がつけた。ふたむにね。で、ほうれん草っていうのもある。ふざけてるんだろふざけてるね。自由なんだよ。つけるのは。まあ、嬉しそう、楽しそうはね。なんかいいやね。あの。 気楽だからね。うん。気っていう字と楽っていう字でしょ。うれしそうと楽しそうはね。でも、住所書くときにちょっと嫌だね。なんとかな、マンチ、うれしそうなんて書くの。まあいいけどね。まあね。手紙書かなくなっちゃったから。まあ名前で宇宙を選ぶとことはほとんどないからね。ね。間取りだよね。あまりひどいのはね。まあでも。 俺はもう住みたくないなと思ったのはね、うん、アパートニートトニハウス <laughs> <laughs> ちょっとここにはな、うん、住んでどうしようまあいいけどねまあね、うん、若い時なら気にならないけど年、うん、取ったらなんか気になる名前だねしかもアパートだとな、うんうん マンションボディービルっていうのを叫んでるんだよもう花からビルはビルだけどね <laughs> でタメ池っていのマンションタメ池っていうのを見つけたそれはでもタメ池にあるんでしょ、うん、どうだろうわかんないいやいや <laughs> そう そうじゃなきゃそうじゃなきゃつけないだろう。ため池にあるってどういうことだため池いえため池って違うため池さんあのため池赤坂の近くのため池ひらがなでためだもん俺調べた時は多分そういうそこじゃないと思うよそこじゃないひらがなのために池は池よ。池は池の池さんずいのうんそれは それはなんかこう沼地っぽくてやだね。でねマンションとつぐ嫁っていうのを見つけた。マンションで？とつぐ嫁なん何号とか五号とかいろんな部屋があって。とつぐなに嫁嫁夢うんとつぐ嫁だよ。おおおおおマンションの名前うんそれはとつが自由なんだよ。いやでもそれは つがなない方もお済みになってくるわけだ,よ、ねうん、だからみんなつぐんじゃないここに入ったらという希望もね <laughs> こう入れてそこまででも調べてほしかったねつ<ん>いでるかついでないか。<laughs> そういうでもね、うん、ちょっとネットで調べると面白いのはね、うん、みんなね意外とちゃんと写真もあって、うん、もう実在する。 ようううななアパートばっかんまあそでしょ実在してなくちゃね。でこれは間違ってるんじゃないかっていうのがね「レスト・イン・ピース」っていうのがあるのねいうマンション名「レスト・イン・ピース」っていうのはねこれ訳すとね死んだ人に対してね安らかにお眠りくださいっていう。 それがマンション名ですね。安らかにお眠りください。レストインピース。堂々と書いた。あの外にね。マンション名として。みんな入るとしばらく経ったら。天国に目された。レストするじゃないおやすみしちゃうそう。です。ラビリンスラビリンス。ラビリンス。め名ね。 うん、そんなマンション入りたかないよ、うん、ラビリンスってだから、ね、間違えてつけちゃってんじゃないかと思うまあそれはそんな感じするな、うんうん、ラビリンスね、うん、でも意外と笑えたんだよね「コーポあっちこっちどっち」ってのはムで、ね、<laughs> 同じ向きで立ってる写真があるんだけどうん。 コープ、あっちこっち、どっちって、だから、辞書書く時、コープ、あっちって書く。で、コープ、あっち、コープ、こっちって書くわけ。だから、三胸が、こう並んで。こっち側に向いてんだ。三胸がね。同じ向きで向いてて、あっちこっち、どっちってなって。ふざけてる。ふざけてる。本当にね。うなんか、こう。ね。表情な、まあ、面白いっていうか、面白いけどね。うん。 入る人のことを考えてないよね。そうだね。3匹の子豚っていうネーミングのマンションを見つけた。ココシャネルっていうの。まあいいんだけど、まあ2階建てのボロボロのアパートなんだココシャネル。お祭り広場って楽しそうじゃん。 北海道のね札幌の田舎の方ではね六本木ヒルズマンションっていうのがあるですよ。見栄を張ってんだよねああそうか。なるほどこういうのを見えててやっぱね笑っちゃったよね。まあねやっぱコートとかレジデンスとかねあるよねみんなねいろいろメゾン。 まあでもあれだよな、まあ、スナック道草みたいなそこら辺にあるような名前じゃないのをつけたいっていうかなるほどそういうスナックすみれとかなんかありそうじゃん、うん、あちこちどこにでも、うん、そういう名前がちょっと嫌だったんだろうね、うん、じゃあせっかく建てたんだからと思って、うん、それで変な名前つけたそうだよね。入る 住む人のことは考えてないよね。まあでも、まあでもあれだね。映画の中ではそんな名前は絶対出てこないね。マンションの名前とか言ってね、絶対出てこないよね。こ出てきたらなんかリアリティがなくなっちゃうからね。そうだね。絶対に廃つぐらい人がないと。どこに住んでんの？あちこちどっちです。ね、全然だ全然ダメだよね。コートとかな。 やっぱ、自分、自分のところは。コープってどういう意味なの。コープ。コープ。コープなんとかってあります。ねコープね。コープってどういう意味。コープはね。ない、ないね。ないね。コートは中庭って意味。だコートは中庭なの。そうそう。コープは。コープはない。ねコープ。コープ。コープ。コープってね。コップ。 コープとは違うと思うよ <laughs> コープだからまあまあ大体建物って意味だろう。<laughs> 基本的に、うん、あまあな。うん、まあ大体そういった意味だと思うけどね、ま、今ケイトルの調べ今知らない政協はコープって言いますよね、うんうん、政教もコープですよね,ねあのコープとは違う、うんうん、あ,あ政教ね 共同。共同。共同住宅ですね。なんか、そコーポレーティブ。ハウス。うそう、コーポとコープ。同じみたいですね。でも外国の人がして、コート、なんとかって聞いたら、こいつ中庭に住んでるのかな。ことになっちゃうね。優雅なんだかどうだかわかんないね、ちょっとね。そうか。あの有名なコープ、あれです、あの、重さんのとこの。コープ、オリンピアって。あ、あの、はいはいはい。 っていうマンションがはいなんか結構会社がいっぱいね入ってますけどねありますよねうんへえ俺のところはもうバレちゃうといけないから言えないけどねなかなかビラっていうのも多いこれ別荘っていうねああビラビラ住んでたことありますね。 で、そうだった <laughs> まあ、メインの家でしたけど、その。ビラ住んでました。<laughs> ビラ住んでた。ビラ住んでました。はい、あ、そう、ビラ、はい。六年、七年お世話になりました <laughs> アパート。あ、マンションでしたね。鉄筋コンクリートのマンションでした。<ー>はい。ビラ住んでました。シャトー。シャトー。白じゃんか、それ。そうだよ。だ貴族の住,住居だよ。何がシャトーだよ。って感じだよね。いろいろ。あります。うん、ハイムもあった。ハイムってのは、ドイツ語で家。うん ハイムはじゃあまともなほうじゃん。いや調べればねもっと面白いのがいっぱいあると思うよ。じゃあどこに住んでたことあるって人に聞くだけでもね意外と面白い。そアカネソウにいたって井上はねアカネソってなんだっていうこういろんなあるよね。私子供の頃パシフィックマンションでした。 あパシフィックマンションすごい太平洋ねすごい名前です今考えるとね見えないね見えない目黒通り沿いだから目黒通り沿いのパシフィックマンション雰囲気でつけてるねわかりましたでまああの俺はちょっと新聞読んでやっぱり一郎すごいな昨日 どうしたの子供たちに何かしたっていうんじゃないですか違う違うそれは大谷がグローブを送った一郎は高校の女子と戦って選抜の女子チームと戦って一郎が投げてそのチームに138キロ投げてもう完封だって この完封するっていう女子高生相手に手抜かないのはね一郎らしい全力でやるんですよね本当にすごいなそれは50歳50歳で1 3 8キロまあね普通投げられないよねその年になったらやっぱ天才っていうのはね努力をするんだね努力っていうかこの日々 じゃないと一度見たくはなれないっていうで天才の人を調べるともう努力をねものともしない天才に努力されたら俺たち凡人はねどうしようもないってぐらいにあと天才の人は自分を天才だと思ってないね凡人だと思ってるあそうそうかもしれないそれはね有名な言葉ではあれが。 あのー、天才とは努力する盆栽のことである、うん、アインシュタインの言葉なんだけどいやーもう盆栽じゃないんだけどこういう天才はすごいね努力するね。<laughs> なんかちょっと言葉が足んない感じね。<laughs> いや,い,やいっぱい無秩序お時間来てしまいました。はいはい、北郎さんまた来週もよろしくお願いいたします。うん、うううお知らせの後は交通情報をお伝えします。